ちゃやめてけ。はい、やめます。ショーとカンパと揉めろ。ああ、それは。まあ、堀川翔が辞めると。自分で会社やってみたいと。で、カンタとリュウジも僕らも変わっていきます、頑張る。俺、ちょこちょこ喋っとったんだけど、あんま変わってねえな。あいつらの本質を出したいな。で、俺はあいつらのそのやる気を見てみたい。手出たらどうしますだよね。手出たら面白いじゃん。いや、逃げてくださいね、それは。翔くんがいてね、今、まあ、カンタとリュウジと、対してリーダーシップ発揮してやるわけでもないんで。ありがとうございます。お疲れ様です。何が起きたみたいな。ちょっと思ったけど。今動画は、まあいいや。今のはもう半分ネタだわ。実はちょっとお前に頼みがある。これ新規動画です、今これ。ショーとカンタと揉めろ。ああ、それは。カンタ。得意っす。それは。それさっきの話と繋がりまして、態度悪いです。態度悪いです。それと得意よ、お前。得意っす。いやいや、あいつらがさ、まあこれ、まあドッキリでいいんだけど、はい、まあ責任者や、まあ堀川翔が辞めると、自分で会社やってみたいと。はい、で、まあいろいろ俺は入って、まあ一人一人面談しとるうちに、まあ堀川翔は、やっぱりまだまだ僕は未熟でしたと。もう一回ここで勉強したいと。で、なったわけでしょ。で、カンタとリュウジも、まああの時には、まあ散々僕は責任者やっていきたいと。だけど今のお前らじゃ責任者無理ですよと。が僕らも変わってきます、頑張る。社長いろいろ、まあ、アドバイスしてください。で、俺、ちょこちょこ喋っとったんだけど、なんかあんま変わってねえな。うん、どう思う、お前は。現状維持、一応。変わってないってこと変わってないだろ。まあ、いい言葉では現状維持。まあ、ただ、揉めてないだけだよな。はい。さあ、つかせろ。あ、オッケーっす。じゃあ、どうやっていく？じゃあ、俺が思ったのは、お前がもう、なんか、やめりゃやめんといろいろあったっすけど、もうほんとガチだぞ。ガチドッキリだぞ。給料あげてくださいって。うん、上がらんだともうやめますわ、とか言って、隠し練習をする。ああ。で、一人一人にどういう反応するか。翔さんとカンタ。カンタでちょっといろいろ違いが出るじゃん。待って、リュウジさんもいい。リュウジもあってもいいけど、まあ別にもう、リュウジ別にいいんだけど。でも、リュウジさんあんま言葉発さなさそうだ。あいつなんかもっとそれ以下やわ。なんかもうあそこの会話で俺もうちょっと見切ったもん。あいつの。いやいや、なんかあいつの俺一番何が、俺はもうこれ動画でも、まあ、あいつにも言ったと思うんだけど、別にムカつくもないけど、あ、こいつな、ダメだと思ったのは、いや、辞めたら辞めたで、堀川翔が。いや、結局みんな上の人間って辞めてっても会社って存続しとんだから、堀川翔が辞めてもうまくいきますよね。だけど、じゃあ、ね、機械喪失ってあるわけでしょ。じゃあ俺が、まあ、もしここ、じゃあもうお前ら全然ダメだって優秀なやつと。売りよりすごい、じゃあ加藤健太っていう凶暴なやつを連れてきましたと。売り上げが3倍になりましたと。ね、みんなの給料倍になりましたと。3年で。言うのも、未来で、もう未来って見えんわけじゃん、結局。まあどうなるかわからない。そうそう。で、まあ堀川翔が辞めようが、まあカンタが辞めようが、確かに明日も足場班はあるわけよ。その、チャンスだよな。足場班が成長するかどうかってさ。それって人にかかっとるじゃん。だけどなんか、リュウジの言い方だとなんか、いや別に翔が辞めても何も変わらんすよね、みたいな言い方しとったの、あいつ。ちょ、聞いた？覚えとるよ。俺そのセリフだけがもう頭めっちゃ残っとんだわ。こいつもダメだなと思ったもんな、俺。あの時にこれ動画使っていいんだけど。かっこいつダメだわって。本当のバカなやつだ。まあ、リュウジも入れる？入れても多分あんま反応が返ってこへん。反応が返ってこんそうだよね。動画的には反応は薄そうだから、いらないっていらない。そうそうそう。どう？実際。実際どう？変わったなって最近すごい頑張ってるなって感じ。仕事はいつも頑張ってやるっす。まあ、それ以外に多分掃除は結構意識的にやってやるんかなと思うんです。今も？トラックとか特に。あ、今もやる。ああ、多分全員が全員多分その辺は意識してる。うん。帰ってってからみんな意図的にちょっとみんな集まって明日こういうミーティングとかちょっとずつなんか変えていこうかなって。ミーティングはないっす。ああ。ただまあ各々でこの言ってた掃除、トラック清掃とかそういうのはまあ多分時間ある時にはみんなやってると思います。ああ。よし、どうする？ドッキリ仕掛けれる？はい。どうする？なんで攻める？あいつらの本質を出したいな。で、俺はあいつらのそのやる気を見てみたい。あ、こんなこと言えるようになったのがすごいな、立派になったなっていう感じなのか。ああ、こいつはダメだわって。堀川、お前の旦那ダメだわって。給料は一番やりやすいかもしれない。給料かも辞めるかだよな。だからもう本当に給料をここまで上げてもらえるなら辞めようかなと思って思ってますぐらいな感じまで言ってもいいかもしれない。
セットでするもん、辞めると給料を。でもそれってなんか自分勝手なことでわがままじゃん。まあ、例えばだけど、いや全然みんなが頑張って僕なんかこうやって辞める辞めんの問題もいろいろあってなんか変わっていこうみたいな感じでみんなミーティングしたじゃないですか。いい兆し感じないっすよ、もう辞めますわみたいなとさ、いや例えばやる気満々だったらさ、ごめんなって俺もまだまだもう足りんけどちょっとずつ俺も変わろうと思ってるんでお前の力貸してほしいから残ってみたいな、もうちょっと俺にチャンスちょうだいとか言って言ったらかっこいいじゃん。絶対翔さん切れてくるんですよ、11時のことあるんで。なんか11時のことで大阪行った日やったじゃないですか、翔さんと河合さんと。そういう翔さんノンアルで帰ってきてるじゃないですか、で、まあ、11時ぐらい布団入って寝ようかぐらいの時に会社携帯が鳴ったんですよ、翔さん。こんな時間に誰みたいな、コウタさんで、ちょっとなんか話したいことあるんで今から会えませんかみたいな。お前夜の11時にそうで、まあその時コウタさんはもうちょっと酔っ払ってたんですよね。お酒が入ってたんか、酔っ払ってんじゃなくて。酔ってはないですけど、お酒が入ってたからもうちょっとテンションが上がってるというか、まあなんかちょっと強気な感じの時じゃん、酔っ払ってた。カンタさん家で飲んでて、まあでもそっち系のネタで、そのそっちで行くか、給料だよね。まあ給料で行くか。手出たらどうしますだよね。手出たら面白いじゃん。いや逃げてくださいねそれは。いやもうでもよっぽどカンタさんと翔さんだから微妙っすけど、ガチで攻めていけよ。まあ協力必要だったらいつでも言ってくれたら、はい、私は行けるんで、はい、俺も協力することはするわ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、来ました、ついに、はい、できます。顔カチコチすぎてあれですけど、できます？バカ緊張してる。行けます？行くしかない、やるしかないけど。いや、何言われてももう理不尽に言い返すしかないですよ、辞めるっていうからには。社長的にはまあリュウジさんじゃなかった、カンタさん、ショウさんとかが切れて喧嘩みたいになるのがおもろいんじゃないか、動画的には。でもまあ向こうがなんかこいつ言ってんなぐらいになったら切れ返してこないんでやばいですけど、まあ、とりあえず切れたったらええ。ちょっと切れ組でちょっと喧嘩腰できます。まあ、そのスタイルで。じゃあカメラを隠しとくんで。はい、マジ頑張ってくださいよ。頑張ります。じゃあはい、スタートしますね。押す。別に俺がおらん時になんでカンタたちとかリュウジ君に言わんかったのかなと思った今。
まあ、翔くんありきの足場入ると一応持ってるのか、うん、だけど今はそうやってもう俺も職長下ろされて営業管理回し簡単で組んどるだけでってやってるだけだから、誰が偉いとか別にありきとかじゃなくて、まあ、確かにそれは嬉しいけど俺も言ってくれて、だからお前が一番好きなカンタ俺じゃんみたいなもう思うし、別にカンタの話じゃなくてずっと龍樹に話せばいいじゃんって話だね。俺はホースけど、まあ、全員が全員が喋りやすい雰囲気っていう感じでもないし、うんまあ、雰囲気作りがまあ正直翔くんやめるやめへんじゃんってか、まあ全体的に悪くなってるっていう、うん、で何かは改善されていってるわけでもないし、うん、どっちかって言ったら悪くなっていってる一方かなと思って。それはお前の意見だけ？僕の話した周りも感じてるからと、うん、どうかと。そうか、出た。俺も思っちゃった。まあでも他のあいつらがもうおかげたちも口に出さないだけかもしれんけど、面白いな、ワイワイバチャバチャやってる感じやもん。俺もそう思ったな。それはでも仕事に対して仕事をするいいわ、まあ、プライベートも思ってる方はちょくちょくあるんですけど、プライベートも思うの？プライベート結構などにするなかったお前な。俺もそのつもりだったな。なんかよく一緒の俺にイメージだね。そうそう。プライベートで何なの？まあ、プライベートでも、まあ、わけのわからん大富豪で、まあ、敵以来一生飲まされ、なんか月日に10時ぐらいに電話かかってきて、みたいな。まあ、こういうのがあると、まあ、どうなんかなと。結構、そんなんで、そんなんで。どうなのかな、それが嫌だと思う。お前だけに飲ませとるんじゃないよ。私、まあ、喜んで飲んどったやん、ウェイときって。でもなんか俺もだって仕事帰り、あ、浜口の代わりにめちゃくちゃ元気になってる。お前なんかあ、なんか酔っ払っとんのなだろうなっていうのは思ったけど、なんか別にでも俺にはなんかハムグリくださいとか言ってなんかあ、そうだな、すげえなんか絡んできたけど、ハマグリくださいとか言ってやらない。ハマグリもらえんかったっすね。あ、それもイヤつきの一部あんの？はい。そうしようなそれ。それも理不尽すぎるぞ。どうしたのよ。いや、もうそんな遊びたくないと。呼び出されるのが嫌だと。このさすがに夜の10時とかにはそれはもうでもしょうがない。俺らの楽しく飲んでるっても他全員全然飲んでないっすよ言うても。でもなんか背中に虫ついたな、後ろ見て。でプライベートは嫌だからでどうすんの？いやそういうとこ直してほしいなって思って。プライベート直せよな。温泉の意味が分からないんですけど、ちょっとお前もそんな楽しいやつで、なんでその時行ってこんなとこしたの？俺らかしら、ワイワイして、この場の雰囲気があるんで、こういうの崩したくなかったんで言わないんですけど、もう、その気でも簡単に怒られるときや。言いたいこと言って、簡単に怒られて、なあ、場の雰囲気崩しとるやん、お前。自分の前に八つ当たりしたとか。そうだよな。で、まあ、会社もぐちゃぐちゃ、プライベートもぐちゃぐちゃ。だったら変わってくれへんのと、もうやめたりみたいな。いやいやじゃん。時。時じゃないです。時だ。いや時じゃないです。僕時仕掛けるほどこんな俳優みたいな能力持ってない。まあいいよ、やめえよ。じゃあ俺らもプライベート乗せて言われたら性格の問題じゃないですか。でもなんかそんな性格の問題ですよね。あんかでっていうことはあれだ、プライベートをな良くしてほしい、会社も良くしてほしい。求めすぎやなって俺らにどうしてほしいんじゃん。プライベートもともとそういう飲みの場があるんやったら事前に言ってほしいですね。そういう夜10時とかじゃなく、
自分はお前来てなかったら行きたくないって言う話じゃない。嫌われてる性格なんで。だったらもう誘えるだけでしょ。なんかそれなんかこっちもいちいちコータのためにあじゃあコータのために早く誘わなあかんなってなる必要なくない？なんか別にその日に来てほしいなと思ったから電話したわけでしょ。来れるなって言って電話したら絶対無理するなっつってお前が無理してるんですよ。これ僕から気使って言ってるわけですよ。気使っとんの？はい。だったらじゃあなんでお前10時に俺を呼び出すんだってお前。だからそれもあったんで余計に。だったらお前子だよな。うん。無理やめるって言われたらお前理不尽すぎる。理不尽すぎるって思う。別に俺ら気使う人はつまんないよ、そもそも。じゃあ誘えんじゃん。誘われとる、それで。まあそうだな、友達行ったら誘うなんてもんだもんな。俺らが誘って来るとしますから気使うなんて言っても先輩だからって先輩だから気使うって言ってもそっちじゃあ一生誘うなってことだろ。プライベートで誘われて気使わんの話してるよ。おじゃまじゃあどうやって気使うかってさせん俺らはどうしたい意味わかんない俺の話。じゃあ誘うなんて言われたのと一緒やん。おじゃま誘っています。マジで誘ってほしくないよ。そういう感じになったらそうする。ごめん、悪かった。じゃあやめていけ。はい、やめます。全然どう話やったの？やめるって。あ？やめるって。お帰りよ。じゃあ、話すとねえもん、やめるんだもん。はい、もう帰りよ。僕の書いたらタイミングでかいです。なんでだって、おったらいいって俺ら喋るわけねえよ。いや、帰れよ。いいよ。もう帰ります。お疲れ様です。投稿せとるよ、お前。出ました。今どんな感じで出てきたんですか？もうとりあえずやめるっつって帰るっつって出てきました。帰ってきたんですか？はい。やばいじゃないですか。じゃあ帰ります。そのままさすがに帰れんしょ。なんなのこれ一回。ドッキリだどうせこんな絶対ドッキリですドッキリでしかねえだろ。あいつ下手くそすぎるわ。向いてない。あるカメラある。後ろある見なさいでしょ。向いてない。下に分かるよ。どうせまた戻ってくるんでいいっすよ。戻ってくる、うん、行きますか。行きますか。ネタバラシ最悪じゃないですか。空気中だいぶ。じゃあめちゃくちゃハイテンションでてってれーって言ってくださいよ。お疲れした。バレてるからやめてけってなったんじゃないですか。そうだよ。だから俺とカンタが足でつっついてあそこにカメラあるって俺ら言ってた。あっ他全員全然飲んでないっすよ。言うてもでもなんか背中に虫ついたの後ろ見て。俺ついてるよ虫。そういうことやらしい。何がいやらしい。え、コウタさんそれ知らないってこと？コウタには背中に虫ついとるって言って、一回後ろ向かして、その間に観点をこうやって叩いて、作るんだ。いやらしい。誰？あれやつだ。で、コウタさん辞めるってなったんすか？
や、やめてない、辞めるらしい。いや、辞める、もう退職、十時にそういうの直してくれんかったら辞めるらしい。社長に社長からね、頑張ってですか、頑張ってことを認めよう。次はもうちょっと頑張ってほしい、はい、あ、残っていいらしいですよ、よかったです、 OK です。いや、アルバイト、アルバイトみたいまあ、コウタさん辞めちゃいますけど、辞めちゃいますけど、辞めちゃいませんけどバレちゃったんで、社長に謝りましょう。社長、すいませんさ、次からもうちょい頑張ります。多分もう次はないじゃあ、お願いします、また見てねって。え、この動画がそれやってくださいよ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。グッドボタンがない、グッドお願いします。お願いします。せーの、また見てね。めっちゃ浮いてる人みたいになってますよ。ちょっとこの動画でさ、ちょっとカメラマンに対して文句言おうぜ。もう何言って、おまけ動画、じゃあ何言って、この前のやつ出てたじゃないですか、あの編集者さんがそれ見て多分ずっと痛かったんですよね、多分。なんかクソみたいなやつそれやばいやめてくって、それやめてかんだろ。あれっすよ、あの向こうも僕らのあのいろんな情報知ってますから、ね、流されるよ。分かるもんだ、流されるお前こっちの怖さ分かってねえだろお前。ねえねえ、まだ脅迫罪で訴えられるから怖さ分かってねえよって言ってる、訴えられるよこれ。俺らはさ別にカメラマンの何も言ってないわけよ、だからなんか勝手になんか動画撮ってあっちゃらない。まあでもリョウジさんが人の心ないのは間違ってはないですよ、言われたことに多分間違ってない、そう、あながち間違ってないですよ、よく見とる、うん、見てねえよ、あとここの辺に野田さんの人の心ないもんないっすよね、ない、じゃあなんかゼロなわけでもないけどあの、ないちょっとこいつに一回会いたいわ、あー一回ちょっと面と向かって、うん、面と向かって、カンタさんなんか言われたっすか、俺はなんか声が小さい、あ、それも間違ってない、声小さいと背が小さい、背が小さいは多分妄想や、編集で声ボリューム上げとるってことかな、カンタさんだけで社長はバカみたいにでかいし、カンタさんはめちゃちっちゃいからここの差がすごいですよね多分でもなんかおもろかったですよ、カンタさんの編集されてない声の字聞いたらまあまあちっちゃかったもん、確かに確かに、まあ、でもそれが仕事なんで、はい、これからも僕の声上げてくださいねボリューム大きめで、もう分かったからお前の顔怖っ、もう最後分かったよ、もう外見から分かるよ、どういう顔してるかあ、じゃあちょっと見かけたロン毛をこってなるじゃん俺は全国のロン毛でも俺はお前を見つけ出すからね、怖い怖い、もうなんか視聴者さんで暗示しとる人みたいな感じっすよ、いややばいっすよ、ニュースで出ますよ、辻隆二、お前のこと憎んどんの人の心泣いてまったからまあ間違ってない、ちゃんと心あったっすね意外と違うところであった、怒りの心があった、怒りの心、喜怒哀楽のどだけあったっすねどうしかない、どうしかない最悪俺、お前のこと一緒に許さないもう怖い怖い、憎みすぎた怖い怖い、うん、はい、それ以上以上怖い強い強い、はい、切りますね。